この問題、まあ、さっき私がちょっと付け加えたそのアメリカの問題をですねあのちょっと補足する意味でこれご紹介したい本があるんですよね。えー、とこれう写ってますよね、えー、僕も今 それ、読み始めてます。あ,あ、これ非常にいい本なんですが、はい。もう、すごいですね。はい、あの。安倍晋三対財務省という、まあ、非常にわかりやすいタイトルで、で、これ対談本なんですよ。あの、三権の政治部長だった石橋さんと、それと、あの。今、三権の特別記者で論説委員でもある。田村秀夫さん。のですね。まあ、べ、もう、本当、ベテランの経済記者。 なんですよ彼との対談なんですねでここでそのいかにあの安倍晋三回顧録に出てくるよりもですねもっとその生々しいですね、えー、安倍晋三という政治家と財務省との戦いといいますかねそれが赤裸々に、えー、結構語られてる部分があるんですね。でこれ面白いのはあのやっぱり安倍さんに非常に近かった石橋さんという記者と。 それと経済の本当の専門家であるねあの田村さんの2人の対談だったから面白かったんですよ。で私もこの前田村さんと長い対談をしましてねで今ネットに上がってますけどいや本当に面白かったですよ。であのその時にねあの聞いた一つのこう,う実話としてご紹介したいんですけど。 この件と関係があるかないかってことじゃなくてねこういうことが実際過去にあったっていうことそれをあの視聴者の方にも考えてほしいんですがリーマンショックの後ねあとね2009年の1月のですねローマで行われた IMF の総会の後の記者会見で中川昭一財務大臣がですね明定記者会見でやりましたよね。 もう皆さんよく覚えてらっしゃると思いますで大問題になってまああれがその契機のとなって、えー、財務大臣を辞任するような形になってしまってその後秋の選挙でですね、えー、落選してしまったということにもなったんですがその前にですね、あのー、中川さんは実際にですね えー、ホワイトハウスの中でね、日本はアメリカのキャッシュディスペンサーに,にはならないよ、ならないぞっていうことをはっきりこう明言してるんですよ。でそれ、通訳やったのは田村さんなんで、でそれ田村さんから私聞いたんで、これはもう事実なんですね。えー、それはもうかなり前からそういうことを言ってるんです。そそれでその、えー リーマンショックの後の G7 の会合の G7 の財務大臣がホワイトハウスに集まった時にも中川さんそういうこと言ってるわけですよねでその後にああいう明徹記者会見が起きたということであの時に読売の記者がねなんかいたとかいないとかで随分騒がれましたけどね まあそういうこれは事実として私は申し上げておきます。それでえ今回のだから静和健静和健つぶしというかなんまあとにかくアメア安倍のイメージだんですよね。要するに安倍側のになるわけだけどそれはやはりね財務省にとってみたら憎むべき安倍のミックスをもう 徹底的にぶっ潰すことが今の目標なわけですよ。財政出動なんて冗談じゃないということなんですからね。でその背後に、えー、アメリカ合衆国がいればですねウクライナの戦費が出ないよと出ないんですよね。アメリカ議会だって可決してないんだよ。で2月に、ね、あれでしょ日本が武士と話すんですよね。 そういう問題があると。そういうこともやっぱりね、考えておく必要があると思います。えー、ということで、じゃあ、えー、次に行きます。えー、っとですね、うん、これ4番に行きましょうか。えー、これはですね、メディアの問題ですね。またご存知 TBS なんですかね。えー 吉田さんが角田さんのツイートをリポストしてるわけですね。TBS の「報道特集」に登場した安倍派パーティーパーティー券購入者のいかにも真相を語っている証言に元秘書が反論という記事を紹介して、えー、また TBS「報道特集に」に、えー、でっち上げ疑惑が登場した。前毎回パーーティー券の数万 数万円分かわされたと裏金化を証言した安倍氏の元支援者だが安倍氏は派閥パーティー券を売らない方針だったのでありえないと元秘書が言うとボイスチェンジャーで音声を変えて首から下だけ映すならやり放題の闇ではないかという門田隆将さんの指摘なんですねでこれを吉田さんがリポストしてる。 でこれに関してですねあのこれ第一安倍政権の時の安倍総理の秘書だったですね天川さんという方がいるんですがその方のその投稿をですね、えー、紹介してますね、えー。令和5年12月22日午前10時過ぎ放送倫理番組向上機構 BPO に。 電話で報告させていただきました久しぶりに安倍晋三の秘書に戻ったような気がして緊張しましたまあ、そうでしょう天方さんにしてみればね、えー、出てこられた女性はしっかり聞いてくれて丁寧な対応でしたまあ、BPO というのはご存知のごとく、えー、民間放送の、ねえー、不正な報道ですとかあ偏った報道ですとか そういういものをですねそれでどういう内容かといいますとね、えー、安倍氏の後援会や関係する地方議員から長年派閥のパーティー券を購入してきた男性だと TBS「報道特集」で紹介されている男にちゃんと再確認して,るしてくれるのかなその場合ちゃんと誰経由で買ったのか裏を取ってもらわないとねただ 買ったのは間違いないというだけならまた嘘をつけますからね、えー、テレビの質公共の電波を使う権利を持つテレビ局の放送倫理番組向上を願ってやみませんザル法といって政治資金規制法や公職選挙法を批判しているテレビ報道を見ますがそれだけではないのでは放送法はと言われないためにも BPO があると思っていますこれはあれですね、えー 山口紀之さんがこれはフェイスブックで天川さんの言葉をこれ、えー、紹介してるわけですね、えー、この問題ですね、えー、これ割と本質的な問題になってくると思うんだけど、えー、じゃあこれはちょっと吉田さんにお聞きしましょうか最初にね和田さんのツイートをリツイートしてるんではいこれあの昨日のえー 長尾ライブでも実は紹介させていただいた記事なんですけれども、このね、天川さんのフェイスブックにおける、まあ、投稿っていうのは、まあ、本当に大事な証言ですよね。で、あのこの証言の、えー、中で、えーまあ、今、今ご紹介がなかった部分をちょっと読み上げさせていただくと、私は事務所を辞めて14年になるから、この天川さんですね、私が退所した後、はい 派閥のパーティー券を売ったことがあるのか、えー、安倍がって、まあ、秘書さんですから、安倍と呼び捨てですね、うんえー、安倍が亡くなる直前まで地元で公設議長をやっていた、旗なんとか、し、県会議員になった、平なんとか、し、これ、伏せ字です、にも確認したが、派閥のパーティー券などを見たことないと、売っていないことを確認していること、うん、そして、はい、えーっと、 まず、あまあ、数々のこういうです、ね、あの内部の、えー、人間に確認を取って、こんなものは、えー、安倍事務所では、えー、売っていないんだと、うん、あのいうことを、えー、きちんと、えーまあ、関係者として、えーまあまあ、証,証言をされてるんですね、はい、こういうものに基づいて、えー、山口紀之さんにしろ、えーまあ、記事で取り上げさせていただいた朝芸ですね。 あの朝日芸能という雑誌のえまあオンンライン記事ですよここも TBS が捏造嘘そのえ番組を作って嘘を国民に流しているのではないかという疑惑があるというか疑惑というか真っ黒こですよね。ということについてまあこのえ天川さんはお人がよろしいので。 BPO でちゃんと対処してくれというふうにおっしゃっているんですけれども、分かって、うんえー、分かっておっしゃってるんだろうけれども、まあね、BPO なんていうのは、はい、お手盛りの内輪のためのクソみたいな機構ですから、うん、こんなもんは何の役にも立たない、ちゃんと第三者機関において、ですね、うん、この放送のねつ、えー、造についてですね、きちんと、えーまあ、裁く、そして、まあえー、放送法などをもっと強化してですね、 こういうい TBS というのはテロリストバックアップサポーターズとまあこの略だとも言われていますけれどもまあこういうテロ支援テレビ局なんていうのは早く停破にした方がいいなと私は思っています、はいまあ、今、吉田さん説明してくれたように、ね、BPO というのはあの民放連が作った組織ですからね、はい、あの要するにあのきちっとしたそ倫理基準なんか問えるわけがないんですよ。あの仲間内の問題ですからね であの天川さんは当然そういうことは全部分かっていますあの方は非常に優秀な方なんでであのただあえてこ,このようにお書きになっていてそれで話題にやはりなってもらいたいということを考えてるんだと思いますよあの。私もだから全くこれ知らなかったんでね TBS の「の報道特集」なんて全く見てませんからねあの一言ちょっと付け加えると「あの金平」 あという TBS の報道局のドンがいましてね、えー、重徳で兼、えー、平重徳がですねかつて、えー、面白いことやってるんですよあのー、私が恋にしていた日系のお杉島さんという記者がですね、えー、北朝鮮に拘束されたことがあったんですね今からもう20年以上前ですで拘束されていて、えー、なかなか釈放されないまあ今 中国共産党が日本人を17人も拘束してましたがあ当時北朝鮮もですねやっていたわけですねそれで、えー、その時にですね TBS がですねあの解放されていたね拘束されていた杉島さんが処刑されたなんてね誤報を流したんですよねであの、まあ、そ,その時のいろんなあのまつわる話があってね であの後でこれ聞いた話なんだけどその杉島さんが言われたのはその収容されてる北朝鮮の中でですよ言われたのは「明日お前に関してのニュースが日本で流れるぞと」と TBS で流れるぞってその取り調べをしてるねあの 対日工作機関の人間からそういうふうに言われたっていうんですよね。で彼はだから帰国した後にその TBS と北朝鮮のね工作機関とのつながりを解明しようとしたんだけど金平はもう逃げっぱなしで何も答えない,っていうそういう事実があったってことは私ここで今あのはっきり申し上げておきます。えー、それでではは長尾さんこの問題はいかかがでしょうか いやもうほとんど言い尽くされているんで、あのさっき山口紀之さんの名前が出ましたけど、はい、山口紀之さん、ご自身がこの「報道特集」の元ディレクターで、はい、本件について、ものすごいあの怒りのコメントを述べていらっしゃいましたね、安倍さんはそもそも、あの総理の時には政和権に所属していないんで、パーティー権売ってるはずないんですよ。<laughs> 本当、う、えー、嘘も大概にしろと言いたいですね。うんはい、まあねあの、やっぱり例えばここに、この番組に今、アクセスしてくれてる人だったらば、今こうやって3人で話してることを聞けばね、なんとなく、あそうだったのかっていう、そういう別の側面も情報が入るじゃないですか。ところが、全く入らないわけですよね、ここにリーチしなければね。 TBS の地上波見てるだけだったら、絶対分かんない、わかんないわけで。で、それがどん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 安倍側を増幅していくということになるんでしょう。えー、さて、じゃあ次行きましょう。えっ、ー、と、一般公開ライブが短くなっていましたね。えっ、ー、と、8番いきますね。長尾さんのポストです。えー、日本ウイグル協会の忘年会、ウイグル料理、ウイグル音楽、たっぷりと楽しみました、中国共産党との戦いは続く。はい。 なんか楽しい写真ですね、えー、とこれは今日は私ね実は講演会ウイグル人3人の講演会に今日行ってきたんですよそれでだから今日来てた連中がここにいますね長尾さんね <laughs> はいえっ、ー、とどんなあ催しだったんですかいやまあ毎年1回行われてる忘年会なのでね、はい うんまあ、今あの、レッテップ・アフベットさんがあの会長に就任されましたけれども、ウダ、はい・ケリムさんからね、まあ今日は難しいことなしに、あの本当にあのウイグル文化を、うんえー、ウイグルの料理を楽しんでくださいっていう会だったんですが、はい、まあこの後にあのに出てきますけれど、うんはい、実はまあ、 あのポストはちょっとしてないんですけども、僕は、き、はいまあ、昨日自分の,あの番組で、あのうん、吉田君や、あとあの小野寺さんと、えー、一緒にちょっと話し,したんですけど、いやもうこの時にね、あのうん、中国のおそらくひひ、えー、秘密警察あたりからお金をもらって、うんまあ、本人いわく、日本語もあんまり分かんないから、言われるままに、 で,スマホでこの中に入場して写真撮ってきてくれというふうに言われた人間が実はちょっと受付の外でで大騒ぎしてたんですよ。うんえー、で正直、あのーまあ、ウイグル音楽をあの奏でる、まあ、出入りする人たちの写真についてはね はい、ちょっといろいろと配慮してくれっていう、そういうあの会合だったので、うんはい、だけどもやっぱり過去には、あのウイグル教会の中でも写真撮られてで、まあ、ウイグル問題を日本国内でやってると、で中国、本国にいるご家族がね、ちょっと拘束されて、うん、みんなされたんですよね。 そうです、はい、です泣く泣くあのウイグル教会をちょっと離れて、はいえー、行ったっていう事例もまたあるんでね、うん、まあこういうねあの、会合をやるたんびに、うん、こんなあの連中があの入ってく、えー、るんでね、やっぱりスパイ防止法とかね、本当にこういうのがあないから、あ本当にあの、まあ、公安の人も実は,実は来てたんです。えーはい、まあ本当あの一刻も早く あの作らなななきゃいけないいなけと思いましたね、はいまあ、スパイ防止法がないっていうのはね、非常に問題ですね、日本の場合は。うん、結局あの、スマホをね、あの持って中に侵入して、潜入してた人をそのまま返しましたんでね。結局そうなんですよね。はい、そういういことですだから今日はね、あの今日の,そのウイグル人3人の講演会が半蔵門であったんですが、うんはい、今日は、 私の見たところね、もう私すぐわかるんでね、えー、多分いなかったと思いますね、でただ、参加者で講演されたあの向井大地さんという女性の方いらっしゃいますけど、うん、彼女は今日は、えー、写真撮影禁止っていうことになりました。公安もね、の今日ちょっと僕、行けなかったんですけど。ははい、はい あのきっちりとあのやってくれて、えー、いたと思いますよはい、はいはい、それで僕は連絡取り合ってますんでたまたまね長尾さんと私と吉田浩一郎さんが3人はそのアジア自由民主連帯協議会の副会長であるわけですで今日その忘年会がいあの今日の夜だったんですよねで、まあ、当然我々はちょっと行け,けなかったわけですがさてこの問題えー 吉田さんが、えー、リポストしている投稿があるのでちょっとご紹介しますね9番ですね、えー、在日ウイグル人が見ず知らずの中国人から写真を撮られる被害が続出と産経、えー、都内で日本ウイグル協会が開いた集会で中国人女性が会場に侵入し出席者をさせ取り囲まれた女性は報酬をもらって撮影したと告白 同様の事例は他にもなめられた日本ではかの国がやりたい放題、えー、これは、えー、これは何門田さんのお投稿を吉田さんがリポストしたんですね。じゃあさっきの長尾さんのリポストと吉田さんのリポストを合わせて吉田さんの見解を是非、えー、聞かせてください。はい、まあ、この、えーまあ 昨日もも日もあも議論になってきたこの会合について、産経さんが、えーまあ、記事にされてで、それは角田さんがですね、報じていただいて、まあえー、大変いいことなんですけども、もうこの記事を、まあまあ、読むと、ですね、まあ、この女性は日本語はしゃべらないと、このように主張してですね、でそして、 一度会大叫に応じたけども、時間を置いて再び会場に侵入しようとしたということがま記事に出ています。これね、日本の国内において日本語を喋れないと強硬に主張する人間をあの日本の国内に置いていいのかっていうそもそも問題があるんですね。あのもう日本はその辺ずるずるであのそもそも えー、国旗、国家法がない間は日の丸は日本の旗じゃありませんとかいうバカな人たちがいっぱいね、左翼勢力にいたのと同じように、今も日本語が日本の公用語なんて法律で決まってないと、得意げに嘘吹く連中がいっぱいいるんですよ、今だにそういういことだよねそしてあのやっぱり日本で、あのまあ、いそ一家制の観光客じゃなくて、ですね、うん、日本で何か、例えば政治活動だ、あるいは労働だ、うん、何々だ、陰にだ。 というふうに、えー、しようとする人間は少なくとも、えー、片言でも日本語を話す努力をしなければいけないという、ね、努力義務があるのが当然なんですよ。日本は性善説の国で何もない、まあ入国。出入国、在留の管理も何もない。そして日本語が公用語だという定義も何もない。そして、えーまあ、大体外国人にも本当は日本人にもですね警察や入管などが追加をした場合、職質をした場合には あのまあ外国人なら、えー、まあそのえっ、ー、とまあ在在留カード日本人ならまあ免許証あるいはさまざまな身分証明書これをきちんと提示しなければいけないっていうのは本当は義務ぶつけるべきだと思います。でそういうことをしてあのまあこういうとこに入ろうとする人が何者であるのかがちゃんと特定できるようにする必要があるんですね。昔の平和な時代だったらそんな必要なかったかもしれないけどももう。 共産党独裁中国をここまで日米ともに世界中が育ててしまって、日本の中まで監視網を作ったり、ですね秘密,警察秘密警察署だか交番だか置いてしまって、ですね今は在留中国人、もうそろそろ日本人に対してもさまざまな情報収集と管理、こういうことを共産党独裁中国はやっていますから。 こういう国がもう隣にあってと隣のあるところか我が国に浸透しているなっという現実を直視すればですねこういうの誰がもう今の IT の時代ですからこういう人間がどういう人間なのかということを特定できるような仕組みをもう作らないとまあスパイ防止法だけでなくてですねもうこういうことがもう国民の命を守るために本当に必要な時代になってしまったことを明確に示す事件であった。 といいいううふうに私は思っていますちょっと今のこの件に付け加えたいことがあるんでね、えー、ち,ょちょっと延長しますけどあの私は日本語はしゃべれません日本語全く分かりませんとシナ人が言うとしますよねで、まあ、今回もそのケースだったんだけどそれは100%嘘ですよはっきり言って絶対嘘ですから間違いなく嘘です ももうそういうそいケース全部知っててまますすから私自身何回も見てますペラ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 で全部ヒアリング能力のものすごい日本人より日本語のヒアリング能力があるのに私は日本語わかりません。平気で言うんですよでそんなのね多分あの坂東さんなんかもよく知ってると思うよ。彼あのチャイニーズ担当の,あの通訳捜査官だったでしょ。 あのね、だからよ、よく知ってると思いますよ、まあ、そういうケース、は本当多いですね、はいえー、安倍氏のインド太平洋を消した岸田首相。